こんばんは、仙人です。5月18日の最終の時ね、平田と思って捕獲したこの個体、オオクワガタでした。取れた時はね、元気がなく、どうなるかなと家に持ち帰って、本日は6月1日、14日間ほど管理してこの通り元気になってくれました。今までの動画でお伝えした通り、中国の虫、国産、雑種、よくわからない個体です。ネットで時折このように、極太顎、顎の極太個体って言って見かけます。わお。やっぱりこういう個体も作出されてる方もおられることを知りました。今回、そういうマニアの方が必要とされるのならば、お譲りしたいかなと思っております。一度放注された虫だけにね、軽く考えないでね、先のことを見越して飼育される方にお譲りしたく思っております。5月の18日から今日、本日ね、6月1日まで、コメントでね、いろんなお言葉をいただきました。ありがとうございます、皆さん。これからね、サイズ測っていきますね。微々たる誤差は素人の測り方なんでね、お許しください。体調はね、66.5。66.5 ですね。でも測り方によってね、変わりますんでね。はぁ？ね、この個体ね、ちょっと背中っていうか頭のとこ丸くなってるんですけどね。わお！まっすぐにね、伸ばすとね、もう少し、広くとは思うんですけどね。あんまり無茶するとね、いけないんでね。で、顎の付け根をちょっと測りますね。太さね。なんと測りにくい。Oh, no! いやー、ちょっと待てよ。仕切り直しやな、これな。皆さんにも見えやすいようにね、カメラの位置を変えました。Oh! 顎幅と頭幅、これを測っていきますね。頭幅ですね。24アップですか。24アップって言うんですか。いやー、どう言うたらいいんでしょうね。まあ、24ミリということで、頭幅ね。間違いないですね。24ミリアップ。まあ、24ミリということで。はい。次は、顎幅です。この部分ですね。約6ミリですね。この部分ですよ。5.5 ミリかな。5ミリですか。やや、5ミリアップですか。なんなんやこれ。5ミリということでいいですか。体長が 66.5 ミリ、頭幅が 24.5 ミリ、顎幅が5ミリですね。画像の通りね、素人が測ってますんでね、少々の誤差はね、お許しください。いやー、こうやって見たらかっこいいですね。太くてがっちりとして言うことないですね。どうですか、マニアの方々。ね。まあ、もしね、
手に入れられた方、最後までね、飼育していただけるのを約束していただきたいなと思っております。必要な方がね、たくさんおられる場合はね、抽選みたいな感じになっちゃうんですけど、お許しくださいね。誰もいなかったらね、私がね、最後までこの子を面倒見ます。一応ね、応募方法をね、お知らせしますね。必要ないっていうお方は、ここからスルーしてください。応募方法です。ご了承していただきたいことがあるんですけどね。手に入れられる前に、もし星になってしまった場合は、この話は、替えがないので、無効となります。ご了承ください。フォームに記入されている方で、星になった個体でも必要という方がおられるのならば、ご一報ください。お譲りさせていただきます。もし何もなかったら、こちらで処分させていただきます。この画像を見ていただいた通り、ちょっと顎がずれてますね。このような感じです。うちで飼育している YG のオクワガタ。結構ね、太い個体なんですけどね。見比べてみましょう。ねえ、これ全然違いますもんね、太さね。なんと太くて丸くて短くて。ねえ、これ。こんな違うか。丸い丸いですね、右ね。いやー、これまっちゃん、これ。丸丸じゃん。ねえ。マジンさん。こんな感じですね。国産オクワガタと、右どうなんですか？ねえ。けどね、どちらもね、見てたらね、かっこいいんですけどね。今回譲渡させていただく、この個体のようにね、顎が太くなるようにと、作出されている方もおられるものと思いますね。こればっかりはね、好みですよね。うん。ねえ、まあまあ、このオクワガタもね、普通のオクワガタなんですけどね、かっこいいんですけどね。またね、今の個体もね、やっぱり、味がありますよね。おーれ、これね。ねえ、同じ大きさやったらもっとね、迫力あるんですけどね。これ以上、長々とね、素人の私がお話ししても仕方のないことなんでね、これね。まあ、もし、マニアの方よかったら、手に入れられて大事に育ててやってください。シュウマイさん見てください。このクワガタ戦車みたいですよ。これね、なんとブアノスケさん、アルキデスさん、最終行ってたらこういう個体出てくるんちゃいますかね。あってはならないことなんですけどね。もうね、こういうことはもうね、なくしてほしいですよね。今回の動画はここまでになります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。ではまた、次の動画でお会いしましょう。